Apache MyNewtは消費電力とメモリー、ストレージの制限された環境で長期間使用されるネットワークに接続されたもののインターネットデバイス用のモジュール化されたリアルタイムオペレーティングシステムである。Apache MyNewtはフロスのApacheソフトウェア財団のインキュベータープロジェクトであり、ソースコードはオープンソースソフトウェアの商用利用を許容するApacheライセンス 2.0 で配布されている。Apache MyNewtは豊富なライブラリを持ち、32ビットマイクロコントローラーベースの IoT デバイスのプロトタイピングやデプロイ、管理を容易にするリアルタイムオペレーティングシステムである。Apache MyNewtはコードに組み合わせ可能であり、組み込みシステムアプリケーションを複数のタイプのマイクロコントローラーで利用できるように構成することが可能である。MyNewtという名称は、カーネルのサイズが 6KB しかないということと、非常に小さいことを意味する英語の単語であるミニットの言葉遊びである。Apache MyNewtは、Bluetooth Low Energy 4.2 スタックを完全に実装し、それにより接続できるように設計されている。ノルディック NRF51822 ソックで、BLE の追加機能とデフォルトのファイルシステム、コンソール、シェル、ログ、統計などを利用した場合のイメージサイズは約 96KB である。このサイズにはブートローダーを含まない。中核となる機能として以下をサポートする。その他の機能やユーティリティは以下の通りである。Apache MyNewtで最初に利用可能になったネットワークスタックはBluetooth Low Energy であり、Nimble と呼ばれた。Nimble は Bluetooth Core Specification 4.2 に準拠している。Nimble はホストとコントローラーの両方を含んでいる。コントローラーのソースコードにアクセスすることで BLE のパフォーマンスは高度に調整可能である。例えば、接続時間間隔やデータパケットサイズ、パケット級サイズなどを調整することで、BLE のスループットを調整できる。同時接続数が多数である場合も同様に調整可能である十分な量のラムの割り当てが必要である。利用可能なサービスの使い方を示す例としてパッケージにアプリケーションが含まれている。Apache MyNewtは複数の組み込みシステムとマイクロコントローラーで使えるようにクロスプラットフォームに設計されている。2017年3月現在、以下のボードサポートパッケージが含まれている。コマンドラインインターフェースベースの便利なソースパッケージ、管理ツールであるNewtが存在する。Newtにより、利用するパッケージを選択したり、コンパイラーオプションを設定したり、イメージを生成したり、デジタル署名をしたり、異なるターゲットにファームウェアを書き込んでデバッグしたり、することができる。ありがとうございます。